候補軍艦学校は中華民国大総統の孫文が1924年に広州に設立した中華民国陸軍の士官、養成学校である。候補軍艦学校の設立は孫文の主要な顧問となっていたコミンテルンの工作員ミハイル・ボロディンの進言によるものであった。当時は第一次国境合作が行われていたため、 中国国民党だけでなく、中国共産党の軍人も入港した。あと、台湾の陸軍軍艦学校として再建されている。候補は、北京語では、ホワンプー、関東語で、ウォンボーと読み、英語では、ワンポアと当てる。校舎北伐を志す孫文は1923年8月に、小介石をソ連に派遣して3ヶ月間軍政の視察をさせた。 1924年1月20日公衆の関東高等師範学校において国民党は第1回全国代表大会を開くと連鎖要求政策が具体的になり政策実践のため軍閥から独立した党軍が必要であるとして軍艦学校を創設することになったその場所は以前関東陸軍学堂と関東海軍学校があった 関東省公衆の長須島にある候補とされた。5月には、小解析が校長、両中外が軍港駐在の国民党代表、李渡る信が教連部主任、王博麗が教授部主任、大気党が政治部主任、何王金が総教官、共産党員の中からも、要件へが教授部副主任、周恩来が政治部副主任に就任した。毛沢東も、 面接に試験官であった。5月5日に3000名の受験生の中から選ばれた350名が入学し3個体に編成され、予備合格120名は5月7日、第4の体に編成された。6月16日開校式典を挙行し、孫文が演説、その一節は中華民国国家となった。候補軍官学校には当時革命軍にいた才能ある人材が集まったが、 卒業生の中には、後に人民解放軍の指揮官となった、ジョムキ前、国民党軍指揮官となった森一名、古僧南、帝道国らがいる。その教師と卒業生で組織された革命軍、共同団は1925年1月の第一次党生の後に、党軍となった。この学校を卒業した者は後に国民革命軍の中核となっていき、 また在学生や卒業生が国民政府の統治に大きく貢献したので、蒋介石は急速に影響力を増した。また国民党の幹部だけでなく共産党の指揮官になった林彪、法徳会、党中などもこの学校の出身者である。国民党が独自の軍隊を組織できるようになったことで、従来までのように地方軍閥に依存することなく、 国民革命を推進できるようになった。候補軍校の最初の教員はソ連から来た者が多く、バシーリー・ブルヘルなど、赤軍の指揮官もいた。しかし、北伐期間中、国境分裂したため、ソ連や共産党系教員、学生は引き上げている。公衆が1928年に軍閥の攻撃を受けたため、南京に移り、1938年に本軍の 南京占領後は、生徒に移転した。第二次世界大戦後、国境内戦により、共産党が勝利し、国民党は台湾に逃れた。1950年、候補軍艦学校は、台湾高尾県大鳥山市で、陸軍軍艦学校として再建された。候補軍艦学校の跡地は1988年に、中華人民共和国の全国、 重点分物保護単位に指定された。ありがとうございます。